シリーズでお伝えしている SDGs 北海道から未来へ、国連が掲げる17の目標がありますが、今日はこちらになります。はい、15番陸の豊かさも守ろうです。道東の阿寒湖ではある厄介者を活用して森とマリモを守る取り組みが始まっています。緊急事態宣言が解除され、少しずつ観光客の姿が回復しつつある釧路の阿寒湖。水草をほぐして鹿の食べやすいように入れる。雪深い2月の森で地元の小学生たちがカゴに入れていたのは乾燥させた阿寒湖の水草です。阿寒湖では近年水質改善の影響などで水草が増加、深刻な影響を受けているのが国の特別天然記念物マリモです。水草が入ることで、例えばマリモの住める場所が奪われてしまったり、あとはそのマリモが回転するのに必要な波の力を水草が弱めてしまったりして、それでマリモが生育が悪化しているっていうような。マリモの分布面積は水草の影響で20年前よりおよそ3割も減少しました。そこで阿寒湖のマリモ保全推進委員会は、地元の小学生と一緒に厄介者の水草を活用するプロジェクトを始めました。マリモと森の両方に役立つ試みです。いつも鹿は食料がないと木とかを食べちゃうので、その木を食べさせないように水草で餌をその食料にして食べさせるという。阿寒湖周辺では鹿の食害が問題となっています。森林の管理団体はビートの搾りカスを冬場の餌に与えるなど、食害防止に毎年1000万円近くを費やしてきました。そこで考えたのが、水草を鹿の餌にするというアイデアです。地元の小学生と一緒に水草を仕掛け、監視カメラをセットしておよそ1月、こんなガツガツ食べてくれるとは思えていませんでした。嬉しいですね。エゾシカは水草を食べていました。次はどうすればもっとたくさん食べてもらえるかっていうようなことがテーマになると思います。自然の保護活動っていうのはね、持続可能であるかっていうことが大事だと思いますから、地域の中でそういった持続可能な循環がですね、できるっていうのが理想だというふうに思います。厄介者の水草でマリモと森の命を守る、阿寒湖独自の持続可能な自然保護への取り組みに注目です。